研究家の小村です。はい、後ろに大きいとこがあるところでございます。ここはですね、えー、16区に来ました。16区でございます。これからですね。お墓参りに行くところは、久保正吉さんのお墓参りに行きたいと思います。久保正吉さんはですね。大正昭和期の実業家でございまして、化粧品、ウテなの創業者でございます。 日本初の美白美容、ヒューマンケアなどをですね、えー、取り扱った、えー、最初の方でございますお墓は16区一種一側でございます今ここはですね、えー、16区一種二側でございますのでこのまままっすぐ行ってですねこの隣ですね、えー、この二側の隣のが一側になりますので、えー、ちょっと歩きながら説明していきたいと思います 久保正吉さんはですね、東京本郷にてですね、1918年の大正7年に天神堂という薬局をですね、まず開業されたんですね当時はですね、スペイン風邪が大変流行っていたこともありまして衛生面を踏まえた脱毛剤や歯の漂白剤など製造販売を始めましたこのように最初は薬局屋だったんですね そして1923年、えー、ゴム会社で働いておりました友人が、ゴムを触っていると手の汚れがよく落ちると聞きまして、まあ、これが商品開発のヒントになるんですねこれまでの皮膚におしろいをつける従来の化粧品とは異なって、皮膚の汚れを除去して、ですね地肌を白くする当時としては画期的な美容液であるウテナ液というのを完成させました。 ちょっと話の途中ですが、ここが16区一種一側の列です。左は2側ですね、こちらが一側です。ですので、えー、この左手側に、えー、久保正吉さんが眠られる、えー、久保家のお墓があります。このまままっすぐ行くとですね、玉、えー園のシンボル、噴水塔の道沿いでですすね、はいえー、説明の続きですてな駅を完成させたんですね。 えー、このウテナというのはですね花のウテナというね、えー、この漢字から来ておりまして花の額のことですね美しい花を支える部分が額いわゆるウテナであるように女性の美を根幹から支える企業でありたいとすべての人の美しさを支えたいという思いが込められました婦人雑誌主婦のともにですね、えー、妻の久保智さん この久保智さんの名義でですね広告を出して通信販売を始めます宇手名駅はですね化粧品市場に最初の美白美容の概念をもたらすことになりまして花火に飾るのではなく人間本来の美しさを追求するヒューマンケアの考え方を示し注目されましたお墓に到着しましたこちらになりますはい。 久保家累大の墓でございますねはいこの蔵状のお墓でございますここに正面に久保家累大の墓でございますねそして、えー、この右側にですね、えー、墓子が立っておりますはい、久保正吉さんのから刻みが始まっておりますねはいそして奥さんは友さんと言いますね久保友さんです なおですね、えー、このあと二代目社長となりますご長男の久保紀正さん、この方もそのまま、えー、紹介したいと思います。この久保紀正さんもこちら刻まれてますね、右から四番目でございます。はい。ちなみに墓石のこの裏面にはですね、はいこのように。 昭和28年の3月に、えー、これご長男ですね二、えー、代目の宇手名の社長になりました久保則政さんが、えー、このお墓を建てましたという刻みがございますはいそれではですね、えー、久保正吉さんのですねご紹介に続きしていきたいと思いますまあこのようにですね、えー、宇手名駅というね えー、今までに、まあ、化粧品史上最初のです、ね、美白美容の概念をもたらしてそして、えー、この人間本来の美しさを追求するヒューマンケアという考え方を示し注目されたウテナを、えー、世の中に出しました久保正吉さんの紹介の続きです。 1927年昭和2年久保政吉商店を創業されまして東京世田谷の南烏山に工場を設立します。うてな駅当時はですね。この昭和2年ですので、昭和初期ですね。この時のうてな駅まいわゆる美白駅と言いますが、これ3号便で1円で販売されておりました。 生産販売に本格的にどんどん乗り出すために、ですねこれ、駅はですね1円で売り出されたんですね当、当時はですね。以後、1928年にウテナ粉おしろい、水おしろい、1929年にはバニシング、ハイゼニック、コールド、この3種類のウテナクリームを発売して大ヒット。女性に親しまれ 皇后陛下にも献上されたと言われております。当時のトップスターでありました水谷八重子さんや山地文子さんらをですね、広告ポスターに起用し、映画やオペラなどに協賛を行うことで知名度を上げていきました。1937年、社名をですね、宇手名本久保正吉商店と改組します。 美人画家で人気を博しておりました東郷誠司さんやモダンガールを描いた風俗画で知られた挿絵画家の田中久良さんらをですね、起用して美しい女性のイラストデザインの冊子や商品のパッケージを作ってウテナの販売活動として活用したことでも人気継続となりました戦後、1946年久保正吉商店をですね、ウテナ薬品工業に改称。 物資が足りない中でもですね商品の質を落とすことは絶対しないと社員を激励し会社一丸となってですね生産に取り組んでいるさなかその翌年ですね、えー、久保正吉さんは57歳で亡くなられてしまいました1947年当時22歳の学生でございました長男の久保典正さんが、まあ、父親の死去に伴ってですね 急遽2代目の社長に就任されましたちょっとこのまま引き続きですね、えー、久保則正さんの紹介をしていきたいと思いますこのお父さんの、えー、休止に伴って急遽まだ学生であったんですが、えー、2代目の社長に就任、えー、しました昭和平成期の実業家でま宇手名の2代目社長でございます久保則正さんはですね東京のご出身です 宇手名創業者の久保正吉さんと元さんのご長男としてお生まれになりまして1947年昭和22年東京帝国大学医学部薬学科在籍中にですね、の22歳の時、父の死去に伴ってウテナの2代目社長に就任しました。1950年、社社名をですね、株式会社宇手名に変更し、お客様の えー、希望にかなえるようなです、ね、商品開発販売を行って、えー、化粧品メーカーカととししてて事業を拡大していくことになります1952年新装置を導入し超微粒子乳化技術を使った牛乳由来成分配合のクリームウテナ栄養ミルククリームを発売1957年には日本初の男性化粧品ウテナ男性クリームを発売。 この男性に注目した初の試みはですね化粧品需要の拡大に貢献することになりましてその後もメンズシリーズとなっていきますまた一本で薄化粧まで完成する多機能乳液ウテナファッションミルクはですね多様化する女性のライフスタイルに合わせて誕生しております1965年 ある幼稚園からですね、外遊びで肌や手が荒れる子どもにつけるクリームはないのかという問い合わせがきっかけで日本で初めての子ども用化粧品、うてなお子様クリームを発売他にもですね、1970年基礎からメイキャップまで、えー、揃えたシャルール保湿クリームの、えー、バニッシングクリーム1983年にはアロエエキス配合自然派化粧品うてなモイスチャーなどをですね 発売されておりますそのほかにもプロカリテラムカメルフィニナチュラルラインモイスチャープレサこの6つの人気ブランドはですねロングセラーとなりました45年間にわたり経営の舵を握り多くの商品を発売販売、えー、久保正吉さんはですね1992年の平成4年に、えー、社長を退いて会長に就任されておりまして、えー、3代目の 三代目はですね息子さんの久保正幸さんがですね就任されております2010年には名誉会長となっております東京化粧品工業会の理事や日本化粧品工業連合会の理事なども歴任されました化粧品工業のですね発展に大変貢献されたのが久保則正さんでございます去年は88歳でございました 宇治屋の、えー、まあ創業者であります久保正吉さんと二、えー、代目で宇治屋をですね戦後、えー、発展させてい、えー、きました久保則正さん、えー、お二人を紹介させていただきましたそれではお墓参りしたいと思います。 はい、えー、ウテナの創業者、久保正吉さんと、ですね、そして、えー、2代目、えー、社長の久保典正さんのご紹介、そしてお墓参りをさせていただきました。以上でございます。